私に5万ウォン払った人たちらは覚えとけよ。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。今日は何について話をしていきますか？今日は、私たちがやっぱ日韓夫婦っていうこともあって、はい、こうやっぱ結婚式とか結婚をするときに、こうあ、これって韓国と日本違うなって思った部分が何個かあったので、 それを今日は動画でシェアしていきたいと思います。はい、はい、まず1個目は1個目チュギ君です。はい、じゃあ韓国は、韓国は一応5万ウォンから10万ウォンぐらいですね。5万ウォンってことは5000円ぐらい。5000円ぐらいからスタート。そうです。なんかさ、こう仲良しの段階によって違うんでしょ？そうそうそう。なんかでもなんかそれって切なくない？例えば結婚式をして、5万ウォンくれた人は、あ、そうなんやってなるやん。それは結婚したしてる人はわかるけどね。うん、うん、私はいっぱいありました。ありました。ありました。私に5万ウォン払った人たちらは覚えとけよ。最悪。そう、なん か韓国では5万ウォンは知り合い程度だよね。そうそう、知り合いで、親しい友達ではなくて知り合い程度の仲、さらっとした仲だと5万ウォン、うんうん、で親しかったりするとやっぱ10万ウォン、1万円ぐらいはあげるかなって感じです。まあ家族とかもっと親しい友達になるとプレゼントをあげたりとか、まあもう10万円100万ウォンあげてもさ、それはもう、結構額はピンキリっていうか、そうね、その人のまあ状況にもよるし、その中にもよるし、だからまあでもなんか無難なのは私的には10万ウォン1万円ぐらいしといた方が、ちょっと後でなんかこう5万ウォンだとなんかああってなっちゃうから、10万ウォンの方が、もしね皆さんも結婚式に行って、あ、友達だなっていうぐらいの人にあげるときは10万ウォンの方がいいと思います。まあ、はい、人それぞれですけどね。はい、はい、日本は、はい、日本はね、一応3万円からっていうのがまあ基本なんだけど、でもその代わり結婚式の食事もそうだし、あと結婚式に行ってこうプレゼントをもらうんだけど、韓国もするじゃん。でもその額がちょっと違う。だから基本的にその3っていうのは割り切れないから、そういう割り切れない数字にするっていうのがちょっとイエイっていうのがマナーだから、3とか5とか、まあそういう数字にするんだけど、でもなんかね、聞いたのは、私もちょっと経験ないから分かんないけど、3がやっぱり負担になるじゃん、だから 1.5、 1万5000円っていうのもあるっては聞きました。でもすごい負担だね、こちらの時代。そうだね、だからそう、若い人たちには本当に負担になる金額だよね。それがだから3万払わなくていかないって言ったらもうバイバイ。いや、そんなこともないんだと思う。だから本当にで、しかも呼ぶ人も僕し親しい友達とかっていう人しか基本呼ばないから、知り合い程度の人はあんまり呼ばない傾向にあるかな。韓国だと結構さらっとした中でも呼んだりするじゃん。そうそう、それは一つ目です。次、一個目は祝儀金のポンツです。ご祝儀袋の違いになります。今の韓国は結婚式に行ったら、もうそのテーブルに置いとくんですね、その白い袋。はい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 、そうだよね、結婚式場にあるよね。そう、その中で入れて、まあ、名前書いて、それで終わりなの、渡したら。日本はね、結構このご祝儀用の袋っていうのを必ず買わなきゃいけないし、袋によっては失礼になることもあるから、キッチンとその結婚式用ご祝儀用の袋を買って、そうだね、サンプルを、まあそれを買って事前に入れて持っていくっていう形が一般的です。はい、次、1個目は最近の韓国の結婚式はどうやってやるかを軽く説明しますね。はい、韓国は最近スモールウェディングがすごい流行ってて、普段になるのが多いから、例えばチェジュのちょっと田舎とか綺麗海が見えるとこで知り合いだけ呼んだり、ちっちゃくやるのが多いんですね。それかウェディングホールとか行って全部やってくれるんですから。なるほど、めっちゃ早いんですね。もう2時間で終わるかな、ほぼ。食事まで、食事までだから本当に早く終わる感じ、すごい便利って感じ。ああなるほど、もうスピーディーに済ませたい時はそっちでするし、そうじゃなくてこうちょっとちっちゃくワイワイしたい時はスモールウェディングって感じ。もしかホテルとかだよね。そうですね。まあでもちょっと日本もね、これは似てるんだけど、最近そういうふうに海外ウェディングとかさ、本当家族だけとかで海外ウェディングやったりとか、あと
スモールウェディング、うん、そういうちょっとね海のとこでとかっていうのも多いし、あとはまあ結婚式場でやるのが一般的だけど、だいたい韓国だとさ本当に結婚式をしてその後結婚式終わったら食事をしに他の会に行くじゃん。で結婚した2人は挨拶回りには行くけど、うん、歌とかダンスっていうのは結婚式の中に組み込まれてるじゃん。でも日本は結婚式はもちろんあの結婚式だけど、その後の披露宴っていうのが結構メインで行われてるから、そのまま続けて披露宴をするのが一般的なんだけど、だからご飯も歌とかさ踊りとか友達がするじゃん、そういうのを見ながら食事をするっていうのが一般的なのね。それが披露宴だから、だからね結構長い結婚式と披露宴プラスすると。ただ韓国は結構結婚式は結婚式、ご飯はご飯ってこう分かれてるけど、日本はちょっと一緒になってる感じ。韓国は結婚式に全部やるの、なんか歌とかダンスとか、うんうんうん、なんか最近ね、ご飯本当にご飯ちゃんとだからご飯はもうなんか食べたら食べて帰って感じだから、そうだよね、うん、自由な感じだよね、うん、日本はこうなんかディナーショーを見るような感じで、すごい自分の名前もちゃんとあって、そうそう名前もあるし、ご飯食べてゆっくりで、その時なんかすごいみんな歌とか、うん、ご飯食べる時なんかいきなり私初めて日本に行って結婚式行った時ご飯食べ、はい、歌うの始まる。そう、なんか手紙の、そうそう手紙読んだり、手紙読んだり、なんか食べてんのに悲しいから食べ、そう、すごいね、あの感動してんの、泣きそうな、食べれないのだから、みんな食べれないのだからえ、こういう状況でどうやって食べんのお前らって感じで、確かに確かに、それはあるね。そう、だからまあ、その違いだよね。日本はこう、ひっくるめて一緒にやるけど、結構シュールなの。そう、韓国はもうはっきり、結婚式は結婚式、ご飯はご飯って感じ。はい、次韓国と日本のあの結婚式行った時の服の詰め、これはね、まあ、みんなには当てはまらないんだけど、私目線から言うと、うん、女性の方は結構韓国だとシンプルでか、もしくはちょっとセクシー系、露出はないんだけど、もちろん結婚式だから、でもなんかこうちょっとピタッとした感じのワンピースを着たりとか、綺麗めでこう着こなしたりとか、シンプルに着てくる方が多いのね。でも日本は私もあんまり行ったことないけど、結婚式でも全体的に可愛い系というかちょっとふわっと系が多いのかな、ワンピースとかもっていう感じがします。だからまあそれもちょっと違いかなと思って。ちなみに男性はどうですか？男性は一緒なの、その1個しかない服だけ着ていくんだよ。あ、でも日本どうだそうだった？あ、でも日本はもうちょっとカジュアルのが多かったね。あ、カジュアルが多かったんだ、うん、でしかもこれはあのちょっと最新バージョンというか、とかうちら世代の結婚式の話なので、また私たち の, あの両親世代とはちょっと話が違うかもしれないんですけど、まあ、私たち目線での日韓の結婚式の違いについて今日は話してみました。私たちはガーデンウェディングだったのでもう自由に、ね、やらせていただいたんですけど、まあ、一般的にはこんな感じの違いがあります。この動画が、まあ、もし日本にいて、うん、なんか日本の結婚式に参加する人たちらには参考になってほしいんですね、うん、間違って5000円とか払ったら大変だぜ。確かに確かに、そうだね。やめてよ本当にそういうのはと思う。だからそれはあかんからね、ちゃんとこういう文化を勉強していたらがいいと思います。はい、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。